お構いなく。そうかしこまられると逆にこっちが緊張するわ。私、お茶持ってくるね。可愛らしい子ね、妹さん。ええ、そうでしょうね。少なくとも君といるときは。外に連れて行けって？君は分かりやすすぎ。ああ、タバコいいかしら。それじゃあ私も単刀直入に行きましょうか。答えはノー。忘れたのかしら。私は蛇の幹部たちと事実上対等の立場にいる人間よ。そのドラッグにしてもストライフに頼めば難なく入手することができる。勘違いしないでほしいのだけど、私も遊びや観光でここに来ているわけじゃない。責任あるビジネスとして来ている以上、部外者の君たちを連れ帰るような真似をしたら厳罰を受けてしまうわ。つまり要はリスクとリターンの問題。私が命令違反を犯すほど君の提案は魅力的なものじゃないわね。そこにギブアンドテイクは発生しない。
わかったわ。聞こえなかったの？君の提案、飲んであげる。ああ、あれはちょっと君の覚悟を試させてもらっただけ。そう、覚悟。本当のところを言うと、そのエリキシルだったかしら。それを入手することはストライフでもできないの。まあ、詳しい話は省くけど、彼はあんなやつでしょ。性格が災して、あまり信用されていないのよ。だから君の提案は、私にとって有益なものになりうる。でも、軽々しい思いつきや、現実逃避で実行できることじゃない。そもそも一回の売人に過ぎない君が蛇に歯向かうなんて笑い話にもならないわ。一体どの程度の覚悟と気持ちでそう言ったのか、それに納得できない限りは承諾なんてできないでしょ。そうね、君のことをとりあえずは信用しましょう。もともと人間は自由を勝ち取るためなら死もいたわないものだってことを忘れていた。何せ君には守らなければいけない可愛い妹さんもいることだし。でもそれだけよ。私やストライフは君に一切の援助をしないし、たとえ途中で危険な目に遭っても見殺しにする。それでもやる勇気があるかしら。そう、分かったわ。ストライフには私から言っておきましょう。期限は遅くても2週間以内、量は1回分以上あれば結構よ。まあ大いに越したことはないけれど。ええ、期待してるわ。そういえば遅いわね、妹さん。少し見てきましょうか。今、君が言ったら逆効果でしょ。鈍いのね。まあ私に任せなさい。これでもお茶の支度くらいは手伝えるから。
道場などではない。妹さん？え？あ、はい。何でしょうか。リリスさん。いえ、なんだか遅いからどうしたのかと思っただけ。お兄さんも向こうで心配してるわよ。お兄さんのことがそんなに好き？どう？それは、兄弟なんでしょ？でも、血は繋がってないですから。ごめんなさい。私は別に君のお兄さんを横取りしようなんて考えてないわ。だからそんな顔しないでちょうだい。それでさっきから何を悩んでいたのかしら。お茶の好みだったら何でもいいのよ。なんなら私手伝いましょうか？あ、いえ、そんな、お客様に。いいのよ。へえ、D1 は S 区画に近いせいで割と物資が揃っているのね。でもそれにしたって本格的なお茶なんかは貴重でしょ。いいの？こんなに奮発して。あ、はい、おめでたい日ですから。おめでたい？兄さんのはこの前私が割ってしまって。それで兄さんの分はどうしようかと思ってたんです。替えのやつがないわけじゃないんですけど、やっぱり久しぶりに帰ってきてがっかりさせたくないですし。
なるほど、それは困ったわね。そのカップまだ持ってる？え？お兄さんのカップまだ持ってるなら貸してみて。これね。これ少し預かってもいいかしら。元通りに直してあげる。だから今日のところは私が割ったことにしてごまかしなさい。え、でもそんな。悪いですよ、知り合ったばかりの人に。いいのよ別に、ただの気まぐれだから気にしないで。それより彼も待ってるだろうから早く戻ってあげないと。はい。お医者さんなんですよね。私、少し相談したいことがあるんですけど。相談？言ってみて。はい。この間兄さんのカップを割ってしまった時なんですけど、怪我をしてしまったんです。傷自体はあまり深くはなかったと思うんですが、そのなんていうか、怪我が見る間に治っちゃって。なるほど。大丈夫よ、そういう人は別に珍しくない。気にするようなことじゃないわ。でも君が心配だって言うのなら一度診察しましょうか。あ、いえ、いいんです。私はあまり気にしてませんから。ただもしも何か悪い病気で兄さんに迷惑をかけることになるのは嫌だなって。このことは兄さんに。分かったわ、彼には黙っておきましょう。それじゃあ早くお茶を持って行ってあげましょうか。はい、そうですね。リリスさんがいい人で安心しました。私、兄さん以外の人とあまり口を聞いたことがないから本当は少し怖かったんです。またよければ遊びに来てくれますか？そうね、約束するわ。ねえソフィア、私も君と同じで知り合いが少ないの。よければ友達になってくれない？え？あ、はい。
私なんかでよければこちらこそお願いします。なんか変ですね、こういうの。そんなことないわよ。ありがとう。郷に入りては郷に従えか。ストライフ、どうやら私は君よりえげつないかもしれない。